野獣さんです。サバネコです。はい、文化部に入りましょう。管弦楽部でいいのかな。おー、はい、あら、文化ちゃんがいます、ね。新しいコミュ、うん、これは運命ですね。そしてそのまんまその日の夜、うん、今度はクラブで坊主、うん、今度は塔のコミュですね、うん。そして、風花ちゃんのゴミ、うん、これね、うん、一生懸命鍛えた勇気がマックスじゃないと、うん、このお弁当を食べることはできません。すごい。コミュは女教皇、うん、そして、うん、おー、ザベストお出かけです。行く手に歯向かい流れてくる階段、シンプルでありながら見た目以上の消耗を強いられる試練。良い子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。はい、茶碗はこのぐらいにしてごめんね、風花、いきなり。気にしない。風花のスキルを見込んでね。ちょっ、前学校のこと調べたときに、10年前結構な数の生徒が一度に理由、しかもそれよく調べると本当に不登校。風花知ってた？あまり詳しくは。今更だけど気になんない？シャドウが現れたのって。それってつまり。わかんない。それに言いたくはないけど、キリジョー先輩ってタルタロスの話になると。そうかな。事件のこと詳しく知りたいの。そうね、分かった、調べてみるね。なんか頼りになるけど怖いよね、うん。はい、そしてボス戦。おう、タイプは皇帝、ここ一帯の番人です。まあ、特に弱点がないんで、うん、成功法で削っていかなくちゃいけない。硬い。硬いね、うん。ガールダイン。うわっ、一発。順平君行動不能。まあ、できればガールダインはゆかりっちに行ってほしいんだけどね。そうだね。まあ、リスナリンは無茶でしょう。行かない。ガールはそうなるよね。これまた行かない。はい、カットされて、うん、1段目はあんな感じだったんですが、はい、終盤だね、はい。あー、こっからのマハガルーラがいっぱいの難度。はい、よく聞きます、マハルのグルーラ。おー、やっとね。
シャドウ反応を消失しました。はい、マネージャーのお部屋にお邪魔してます。これ、動画の中では散々カットしてたんですけども、知り合いの小学校4年生だったかな、6年生と、校庭の所有権っていうか、あそこ権利をね、揉めてて、かけっこで勝負を決めるっつってね、で、そのためのコーチを主人公と一緒にやってたっていう流れ。2つ目は豪気、日曜日、そのマネージャーと遊ぶ約束をしてたんですけども、途中でコミマックスになったんで予定がキャンセルされるという、まあ珍しいパターンだよね。ということで神社までやってきました、みんないる、ね、天田少年もいます、はい、目当てのおみくじ。おはい、これこれ、の剣。場所は岩戸台の白川通り沿いのビルです。白川通りか。ここ数日影人間がよく二人一組で見つかるって聞いてたけど。二人一組か。あ、そういうことか。白川通りってどんなとこ。聞いたことはあるけど。あーそっか、ホテルんとこか。風花も知ってんだろ。ホテル街だよ、ホテル街。おいおい、何を妄想してるんだ。内装が凝ってるだけの単なるホテルだから。言ってみれば、そう、アミューズメントホテル。これね、正式名称はファッションホテルなんだって。なんか今回は嫌な予感する。またゆかりっち。ちょ、子供はどっちよ。オッケー、行こうじゃん。煽り体勢低いよね、ゆかりっち。そうだね。私、今日の作戦は前線で戦うの予約します。
はい、でそのホテルまでやってきました。うん、ゆかりっちの格好は、うん、このホテルに合うね。うん、ぴったりだね。は電撃反射。うん、了解。分析してみます。少し時間ください。私もこれから応援してます。頑張って。闇の力は効かない敵のようです。やっといけそうだね。これ真田先輩のたるんだよ。聞いてるよ。あ、だいぶ弱ってきました。あと少しで滅亡の予言。うわ、恐怖です。あの頭、相手に恐怖心を植え付けるみたいです。私もここから応援してます。頑張って。手伝って。もうちょっと、うん、やばい。こうなっちゃう。大丈夫ですか？みんな大変。私もここから応援します。さすが主人公。いけるんだね。ねえ、あれ倒れてるね。仕掛ける。よし、今だ。帰ろう。うん。あら。なぜ？よかった、やっと通じた。二人とも聞こえますか？
シャドウの仕業です。おかげでみんな分断されてて、敵の位置はさっきと同じ部屋です。急いでもう一度集合してください。はい、集合。うん、うん、キリマンの向こうだよね。大丈夫なんだろうな。ただね、真田先輩と純平で七夕スペシャルマッチをやってたと思うとゾッとするよね。いいね。はい、でこいつはラバーズ。スケスケで綺麗だね。このシャドウは精神攻撃の元凶です。皆さん頑張ってください。私だってそう。闇の力に耐性があります。やっと。もうちょっと。おみきでしょ。ちょっと。マハラニオン。やばいやばいやばい。回復できますか？主人公もヘロヘロじゃない？主人公もやばいよね。ありがとう。無理をするな。ああ、まだなんだ。うん。真田先輩が危ないです。えい、っ怒りの子供がすぐ床に散。お疲れ様でした。上出来だ。トリッキーな敵だったが、助かった。ありがとうございます。それと君もな、よく惑わされず立て直した。よし、なら解散だな。そうだ、ゆかりちゃん、あの、この前頼まれたことだけど、うまくいった？わかった、後で聞かせて。よし、私たちも戻りましょう。ほら、純平、何してんの？行く。お前、またなんか活躍したみてえだな。運なんかじゃねってお前が一番分かってんだろ。ちょっと何突っかかってんの？もしかして悔しいわけ？うっせえな。はい、純平がやさぐれてますが、今回はこの辺にしたいと思います。はい、それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。